ましたね。行ってないです。すみません。どういう嘘なんですか。距離近い感じがしましたけれども、はい、あのちなみに3人はこのメンバーがどういう関わりで集められているのかっていうのは分かります。3人のクレメンス。自分がイケメンだっていう自意識があるんですよ。ゾブさんに関して出ちゃってますよ。出ちゃってますよ。マウントの眼光鋭すぎるから本当に圧倒されますよね。すごいからね。亀澤さんは分かりますか、このメンバー。あれですか、反省会でしょ、今シーズン。今シーズン反省する人はもっといますから。あ、そうですか。実はですね、私から発表しちゃいますね。紅白戦が後ほどありますが、はい、今回は甲子園に出たメンバーと甲子園に出ていないメンバーで戦います、はい、3人は出ていない、いないメンバーに。甲子園って何ですか。テレビの中にあるんですか。違う、球児の憧れの場所だ。そうですよ、目指してもらった。どんどんボケて出ていい。ねえ、仕組みやすいですね。この今年の戦いは井戸田さんはどう見てますか。甲子園出てるチーム、出てないチーム、もうそれはね、なんか甲子園出てる方のが一般的にはというか、ファン的には野球エリート街道に進んできたみたいな感じはありますけど、でもプロに入っちゃうと、それはもうあんま関係ないでしょ。やっぱり選手名鑑に実力が高いですよ。羨ましい。羨ましいです。羨ましい。羨ましい。そうか、なるほど。でも甲子園優勝ピッチャーが来るとかなドキドキしちゃう。テレビの人だ。ファンじゃない。そうですよ、皆さんも素晴らしいです。亀澤選手はそういうところ気にする部分もあるんですか。いや、気にしますよね。あ、そうですか。じゃあちょっと、そこを見すぎちゃ良くない気がしてきたので、又吉選手はどうでしょうか。甲子園出てる人、甲子園出てる人、ただただすごい人、テレビ出てる人は、それこそ本当に。ああ、本当ですか。例えば、なんか選手同士でご飯とか飲みに行ったりとした時に、あれ甲子園出てるもんなみたいな話をする。一切しないです。プライド高いので絶対します。その後話題になりそうだったら絶対買います。本当ですか。超ダセーやつじゃないですか。ちっちゃいやつね。そうですよ。亀澤さんはそんな話にならないですか。いや、なんかこう、ひとくくりにしますよね。出てるやつ、出てるやつ。やっぱその出てるあの選手たちの方が俺たち出てるぞみたいな。あ、そうですね。感じ出してくる。出します、出します。これは今日紅白戦勝たない。いや、今日全力で行きますから。全力で行ってください。キャプテンですからね、そのキャプテンさんは。凄まじいスターティングラインナップを用意した。うわ、楽しみ。はい、又吉さんどうですか、甲子園メンバー。いや、でも喋ってても、まあ、すごい羨ましいなってしか思いました。ただただいいなーって。まあね、過去には戻れない。戻れないと思います。すごいなーって思いながら、ちょっと問いありますね。すごい自分自身でそれに対してすげえなー、いいなーって羨ましさがやっぱある。なるほど。本当今回の紅白戦はね、すごい戦いになりました。ねー、亀澤選手と又吉選手は同じ大学の出身、はいはい、で独立リーグでも、まあ、同じ独立リーグに所属してたっていうことなんですけども、はい、先輩後輩はどうでしたか。ないっすね。おい、ないっすね。いや、ないっすね。僕1期生だったんで。3期生なんですよ。で1期生のはやっぱり先輩だから。僕らはなかった。バッターから風通しがだいぶいいですよね。だいぶ伝統も上限関係に意味はあるから。あ、無茶ぶりもないし、あで、なんかこうやって上限関係をなくしたせいで、今回僕らのデビューはね、神宮の準優勝と。おめでとうございます。やっぱり名簿になってしまったね。上限関係なくしてよかったね。すごいラフトピング乗ってましたね。よしよし。そして、祖父江選手はちょっとまた紅白戦の話にもなりますけど、毎年、モノマネで沸かせてくださってますよね。本当に本当に。あ、今日ベンチなんで、ちょっとすみません、今日ベンチなんです。そうなんですか。初心者に、すみません。今年はじゃあ、見られない。今年はちょっとなしです。
から大至急作って大至急、はい、お願いします。楽しみだねえ、盛り上がるでしょうね、はい、そしてごめんなさい、あっという間に時間が過ぎてきまして、ちょっとここまで、まあ、紅白戦ですとかそういう話が多かったので、ちょっと真面目に来季に向けてファンに言葉もいただきたいなと思います。あ、どうですか、この先に真面目な話できますか。多分できないですね。チームの色が出てくると思うので、この2人のピッチャー筆頭にチームが勝てればいいなと思います。